ラジオの生活を使ってオンライン講座不特定多数が見るからなんか泥棒みたい。泥棒って言われてるんだよそうや今週はフェミは来ませんので、モモがイベントだけ来るって言ってた。お母さんです今日は、そこまだまだちょっと長い、長いサイズだけ、これ以外は見たないんですね。じゃあ前半コマーシャルまでちょっと短めでコマーシャルターンがいい。スポンサー読み上げしてからちょっと私もイベントの告知だったりとか流れ石抜きの話とか FM 技能さんの話もしないと CM 明けちょっとあるの私がCM 行くまでちょっと短めにしたわけですね。ちょっといいですか、ん CM 明けこうやるな。おお、イノワンからだですよ、タコポさん。こんにちは。今聞こえるんですか。あ、はい、聞こえてます。聞こえてる。こんにちは、タコポさん来てくれました。こんにちは。こんにちは。ヘビーリスナー。今週もやってまいりました。はい、今日もグッジョーブ。これなんか毎回僕恥ずかしいんですよ。ああまたせっかくさっき練習したの丸虫丸虫したな、はい、はい、もういい、はい、はい、じゃあ司会は私淡谷のり子です。はい、とタモリがお送りします。よろしくお願いいたします。やっぱり紙に起こさないとダメだね、うん、練習したことが全然できないから ね、 まあね、ベテラン芸人じゃないですからね。そう、私は一応ベテラン芸人なんだけどいかんせんうまく噛み合わないっていう。青谷先生、はい、青谷のり子でございます、はい、誰っていうか古すぎてわからないでしょ。この方はな、じゅんさん、ありがとうございます。先週こちらの方に FM 小座からねお引越しをさせていただきました、はい、今日もグッジョブ今回2回目ということでね、はい、よろしくお願いいたします。っていうかね、はい、うラジオに向かう時になんかすごいライブでしたもんね、うん、すごかった。今落ち着いてますけど、うん、もうまさにバケツをひっくり返したという表現が合うような豪雨。そうそうそう、珍しい、もう本当にもう超台風みたいな、ね、あの凄まじい、やっぱ沖縄しかないなっていうレベルの、ね、すっごかったよね。だって視界がだってワイパーマックス速度にして5メートルぐらいしかないですもんね、うん、見えないもんね。あともう雷落ちまくりの、あ、そうそう、ドガーンって、ね、ちょうど自分の地域だけが停電しててまあ今は治ってるらしいんですけど、あ、よかったよかった、ねね、朝からアイスクリームが溶けるなのなんだろう、ため息ばっかりついて、台風の時期ね冷蔵庫が停電結構多いから、うん、ダメになっちゃうんですよね。あ、
ダメになっちゃう中身がね。そう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 、で本当に多いじゃないですか、停電。あるあ多いね多いね、うん、去年がひどかったね。ひどいですよね、あれは。長かったです停電、もう本当に何日も停電とかね、3日とかだったんじゃない。もうだからすごいよね、すごい停電してて、うん、であとあのスーパーの食材がなくなって、あ、なくなっちゃって、なくなって大変だった時期あったじゃん。もう野菜も何もないし。そうですよね、スーパーが行ったら真っ暗っていうのも何回もあったし。そう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 、停電真っ只中で。はい、ん、山内一郎さん、え、何これ山内さん山内さんが、ありがとうございます。昼だけど夜っぽい2人と言ってたよ。ありがとうございます、山内さん、ありがとうございま す,、はい、ありがとうございます。嬉しい。昼だけど夜っぽいか、まあ爽やかさない。私これ格好して夜っぽいのか。どんだけ夜っぽいんだ。沖縄の人はね、ピエロのファンキーといえば夜の歓楽街にいるっていうイメージですから。そうだね、コザのね、夜の街に、ね、昼は子供たちと触れ合い、夜は酒を飲みみたいな。そう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 、もう蘇る勤労じゃんっていう。何ね、そんなイメージだったけどね、昼は銀行員、夜はヒットマン。一生懸命イメージチェンジをしようと思ってピンクの服を着てきたけど、はい、どうやらピンクのね、電話なんないように、はい、みんなわかるかな、ピンクの電話って。いたね、いたね、わかるわかるわかる、あわや先生って来てんだから、まあ、あわや先生わかるぐらいならね、わかりますね。山内さんもわかると思います、高子さんもわかると思いますね、はい、ね、あ、お菓子ランドさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ギガワンダホーって、お菓子ランドです、うん、今日も元気に放送頑張ってくださいね。 ありがとうございます。ありがとうございます。お菓子ランドさんはさ、はい、私あのさっきもあずしのハッピートーク、うん、よく出させていただくんだけど、 FM ギノワの、あ、そうですよね、そこにコメントをされてたから、うん、私が覚えて、あ、ギノワにお菓子ランドさんっていうお菓子屋さんがあるんだって言って遊びに行ったのが、はい、あ、本当に、そうそう、縁なんだよ。え、お菓子ランドっていう店があるんですか。そう、お菓子ランド、初めて、ね、ディズニーランドみたいな。今度連れて行って、すごいそうそう、あのほら、あのアレルギーの子どもたちのために米粉で、あ、はいはいはい、やってるねっていうね、はい、素敵な方のお菓子ランドさん、はい、そう、ラジオのご縁なんです、ね、でリアルでもお会いして、私はお菓子買ったり風船を注文してくれたりとか、ね、ファンキーさんっぽいですよね、あのコメントだけで終わらないっていうのはね。そうなの、会いたくなるのよね、こうやって。高坊さんは県外の方かもしれないですけども、ね、あのまあこうやってね、知って言って言いそうになりました。ありがとうございます、はい、あのコメントいただいた方ともね、まあ、宜野湾の方特にいろいろリアルにもお付き合いしていきたいっていうのが、はい、ね、うん、はい、これからのね、地域にね、そうそう、少し根付いた放送を したいなっていう、ね、そうですそうです、はい、と言いますのもね、はい、2人とも商売の拠点が宜野湾にあるので、はい、なので宜野湾の皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お菓子ランドさんもね、あのバルーン飾ってあげるそうですけどね。あ、そうなの、ね、そうなの、そう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 、うん、注文もいただいたんですけ ど私あのほら子どもアートクラブとかのチラシを置いてくれるって言ったんで、はい、え、だったらって車につい住んであったちっちゃい花束をプレゼントしたんですよ、はい、うん、ね、そしたらね、レジのところにバーンって飾ってくれて、チラシもね、お菓子ランドさん、ありがとうございます。転んではただでは起きない。転んでも産みつけるっていうね、転びっぱなしや。すごい、もうここが違いますわ。ありがとうございます。高子さんはね、今月の今日沖縄で生活してますよって。沖縄で生活をしている、え、旅じゃなくて今月、あ、来月か、あ、来月の今日は沖、え、じゃあ県外ってことですよね。引っ越ししてくるってことですかね。あ、そうなのかな。生活してますよ、ね、いや、すごいですね。あ、どういうことなんだろう。あ、そうなんだ、高坊さん、移住さん、よろしく。すごい、あ、ワクワク移住生活で一緒や。移住組になるということでね。挨拶がキックしたいんじゃないですかって。どういうキックなんでしょうね。キックボクシングのことをよくね、お菓子ランドさんも応援してくださってますので、まあね、はいはい、はい、ということでね、市民です ね、うん、もうね、嬉しいですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいね、こうやってコメント ね、なんか高尾さんもね、多分こう番組持ちそうな気がします。あ、そうかもしれない、はい、あ、それぐらいね、ラジオフリークだからね、すごいですよ ねっていうこう、はい、かくいうスーさんもね、ラジオとともに生きてきたぐらいラジオが大好き、うん、僕ラジオ本当に好きですから、うん、ねえねえねえ、年季入ってるね。もう孤独だった時に、引きこもった時に、うん、ラジオで救われた、うん、本当に、うん、そうそう
そう、友達誰もいなかったんですよ、ね、その時ネットもなかったから、うん、繋がれなくて誰も今と違うからね。そうそう、その時にあの伊集院光さんの深夜のバカジカから聞いてすごい心の底から笑えたんですよ、うん、で笑った時に、うん、なんか孤独感が少しこうはい、なくなってきたんですよ、はい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 、それからずっとヘビーリスナーになって。なるほどね。そうだからテレビもね、ああいういいともとかは生放送だけど、うん、だいたいね映像なだけのことであって、ラジオっていうのはほらリアルに人がこう、そうなんです、発信してるので、それがね寂しさを埋めてくれるんですね。そうそうそう、孤独感をね癒したっていうね。そうそう、そういう意味ではラジオすごく、はい、あの今の現代のにあっても、うん、なかなかこう他のものに変わらない、うん、いいものがありますよ ね、 ラジオってね、はい、はい、ズームやってるって、ん、タカポさんがね土曜日に今ズームやってる、ズームでラジオやってるってこと、そんな形式あるんですか、そんなのあるんだ、なるほど、ね、勉強しないとオンライン美術予備校の先生なんだからさ、すごいなんかね、すごいね、はい、ということで一回 CM 行くか、はい、今日は早めに、早めに CM 行きますか、じゃあ、じゃあ CM コールはよろしくお願いします。じゃあ一旦 CM でーす。あチンがない。ありがとうございます。FM 機能案でタコさん、すごい。これちょっと土曜日聞いてみましょうね。あ、そうですね。ねえ、どういう番組名書かないと。あ、番組名お願いします、タコさん。遠慮しないで、うん。だってもう兄弟だからね。同じ機能案のパーソナリティ同士なので、家族じゃないですか。ファミリーじゃないですか。ねえ、おかしらむさん。ん、もう勉強しないと違う、ね。昔はこんなリアルタイムで会話できないで。そうですよね。お手紙書いて、ポストに、まんま、高校のキックオフ。あ、キック、あ、土曜日前になります。すごい、4時から。聞けないか、土曜日4時からですね。はい、ということで始まっております、はい、ね、ました、今日のグッチョブです。この番組のね、スポンサーをお読み上げをちょっとグダグダなんですけどさせていただきましょう、はい、お願いします。はい、この番組は悩む君を一人にしない維新学院、オンライン美術予備校寄り道、沖縄風船販売アントバルーショップ、子どもアートクラブ、そして FM ギノワの提供でお届けしております。ありがとうございます。この維新学院さんね、うん、なんと、7年目になりますスポンサーいただきまして、うん、ラジオスポンサーとともに実はね、月に1回ですね、はいはい、あのピエロの子どもの情操教育ということでね、うん、料理酒飲んでるピエロができるんですか。いいの、そんなこと言わないでな、昼の番組になったんだから、そういうの言わないの。そうそう、本当よ、ピエロがね、子供の情操教育してんの、しかもアートを通して。じゃあずっと子供たち何年間変わってないの。変わってるっすの。子供たちは成長していくでしょ。あ、でも9月はまあ、入れ替わりもあったりするし、大きくなったねって言ってたらもういなくなってる子もいる、卒業してねっていう感じ。7年間やってます。そのやってることとね、子どもアートクラブって今担当させていただいてる子どものアート教室と、まあ、ある意味ね同じようなことをさせていただいてるんですけれども、これからたくさん地域の方、いっぱい生徒さん来てほしいので、お子さんがね絵が好きだとか工作が好きだという方いたら、ぜひ普天間でやってます。そして、美術予備校の方はオンラインの方ですから、ですから、ね、まあ、オンライン準備中ですね、うんうん、はい、全国発信に変えるということで大きく出ました。そうです、全国の大きく出ました。美大行きたい人は、あの、僕のオンラインのね、うん、オンラインでできますから、はい、もう全国がターゲットですから、で全国一で安いです。で全国一で授業時間も多いし、そう、そして先生が全国一でいっぱいあります。全国いや全国一ではないけど一応僕プロのね芸術家なんで。そうですよね、そうですね、ねっていうとこで、そう、はい、っていう感じで、その辺にしときます。はい、こんな感じで、まあ、ちょこちょことね、あのスポンサーの皆さんのお話と、あと FM ギノワンさんに関しましては、はい、なんとこのスポンサーいただいてます皆様のお気持ちは全部バルーンに変えてですね、はい、私がアートバルーンに制作をし直して、うん、お祭りとか商業施設に、はい、なかなか行くことができない、うん、子供お子さんとか、はい、
病院施設、福祉施設などの方にお届けをさせていただいております。はい、FM ギノワンさんもご協力ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、タイゴさん。ファンキーさん。あれ、どこのタイゴさん。どこのタイゴさんかな。番組に移ってきましたからね。あ、そうなんです、はい、そうなんです。よろしくお願いします。と、はい、いうことで、この番組はですね、はい、なんと、スーさんの、あれ、はい、あれがね、引き続きやられるということですので、お任せしましょう。はい。はい、じゃあ行きます。はい。スーの、今日は何の日？うん。でございます。ね、じゃあ行きます。今日6月ね、13日です。はい。はい、今日、まず大曲げになった有名人の方をね、はい、ご紹介したいと思います。はい、山田邦子さんです。おお。なんだった？右に見えますのは中湯でございますでしたっけ？いや、そこまでね、わかんない。年代がちょっとずれてる。え、バスガイドの真似したりする、顎のしゃくれた女性芸人でしょ？はい。そうそう、一世風靡しましたよね。いや、そうそう、すごいです。はい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 、で、森口博子さん。はい。も、今日、はい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 、あったと。はい、あとはね、すごい偉業を成した人で言うと、伊調馨さんって言って、オリンピックで、ほら、レスリングで。はい。もう3回連続金メダル取った人で、史上4回です、4回、はいはいはい、アテネでしょ、2004年で、2008年北京でしょ、2012年ロンドン、2015年リオデジャネイロです、うん、全部金メダルです、すごい、もうすごい、うん、あとは最後は本田圭佑さんですね、あ、サッカー選手とか、まあ、なんかスポーツ選手とか大物が結構今日大曲げになった日でございます、はい、おめでとうございます、で今日はね、まあ、僕が取り上げたい今日記念日が特になかったんですけど、うん、まあ、なので、まあ、ヤフーニュース見てて、うん、気になる記事があったんですよ、はい、で僕一応鍛えてきてて、うん、プロテインの情報なんですよね、あ、はいはい、でそのタイトルが、うん、フィットネスクラブで怖い腎臓病が増加中、うん、健康と美容のために摂取するとかえって死を早める粉の正体、粉のプロテインですね。プロテインがものすごい良くないよっていう記事があった。何を今さら。僕も知らなくてですごい読んでみたんですけど、うん、で5ページくらいあるからすごい長かったんですけど、一応ねちょっと長くなっちゃうんだけどまとめました自分だけ、うんうん、10秒ぐらいにまとめてこれ言ってる語ってる方が、まあ、ちゃんと医師の方で、ニューヨークで講座とかやってて、本とかテレビとかにも、うん、本もいっぱい出版してて、うんうんうん、テレビにも多数出演してる有名な信頼のある人なのね、そうそう、うん、AG 牧田クリニックの院長の方が、はい、書いた投稿になります、はい、でこれねプロテイン飲んでる方今すごい多いと思うんですよ、ダイエットとかね、多い多い、うん、あれ絶対良くないですよ、いや私も飲まされたじゃんジム行く前に飲めっつって、それはさ鍛えてるからじゃん、鍛えてない人も健康目的で飲んだりとか、鍛えてる人はいいわけ、いやいいと思ってたけど、うん、僕もこれ読んでびっくりでした、で今からご紹介します、やだやだ、うん、でプロテイン摂取してトレーニングすれば、うん、美ボディになるって思い込んでる人が少なくないですね、はいはい、でもプロテインにいい効果は一切全くないらしいんですよ、What? それどころかプロテインは体にとってめちゃめちゃ害、猛毒なんだって、大丈夫なのそんなこと言って、殺されないプロテインの会社の人に、あなた大丈夫、猛毒なんだって、え、猛毒なの、はい、これなんでかというとプロテインの摂取って腎機能障害を引き起こす恐れがあって、うん、さらに慢性腎臓病は他の病気もね併発する誘発するらしいんですよ、でそもそもプロテインとかアミノ酸って運動の後とかに飲んで、アミノ酸、うんうん、そうで筋肉を削ってエネルギーしないように最初に飲んで供給しとくものだと思ってたんですけども、はい、うん、何回も言われたんですよね、だけど生物学の観点から言うとそれが自体が大間違いなんだって断言してるんですよ、どういうこと、これどういうことかっていうと、人間の生命活動ってエネルギーはまず糖からまず使われるんですよ、はいはい、光源として、うん、で、うん、その次にですよ、まず糖から取ります、糖から、その次に、はい、次は脂肪、糖を取ったグリコーゲンなくなった、はい、じゃあ今度脂肪を分解するんです、はいはいはい、でその脂肪もなくなっちゃった後に最後に使われるのは筋肉、はい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 、だから糖脂肪筋肉だから、はい、これが嘘だったんですよ、エネルギーなかった、筋トレしてエネルギー体内ないです、うんうん、そしたら筋肉を分解して、筋肉からって言ってたよね、そうそうそう、筋肉から痩せてしまうんだからねとか言ってたのが嘘だったってことでしょ、それが間違いだったって言ってるんですよ、そうじゃなくて、そう糖と脂肪をやって、うん、
だから脂肪ってなくならないじゃないですか。体脂肪 0% の人って、はい、オリンピックメダル選手でもいないじゃないですか、はいはいはい、だから絶対に大丈夫なんですよ、はい、あのエネルギーゼロでやっても、はいはいはい、筋トレしてもね。でプロテインはの栄養は体にとって害にもなるっていうことがもう一つあって、うん、これはどういうことかっていうと、うん、本当に必要な量って、うん、普通の一般的な食事で十分に、ま、補えるらしいんです。あ、そうなの？そう、うん、それに加えて摂取するプロテインって、うん、それプラスアルファで摂取しちゃうとね、うん、アミノ酸もプロテインも、はい、過剰な栄養であって消化経路の働きが、うん、続いちゃうんです。オーバーヒートを起こして腎臓が疲弊して機能が低下するんですね、はい、つまり過剰老化による腎臓機能障害が起きて、はい、それが慢性腎臓病につながってしまうと、やば、まあ、全員じゃないけど、だから良くないね絶対に、なのでプロテインメーカーとかフィットネスクラブの主役に踊らされることなく、はい、正しい知識を身につけて健康な体をキープしましょうっていうことを、はい、このねあの AGE 牧田クリニックの院長さんは、うん、言った提唱し断言してます。断言した、うん、さあそれでもまだ普通にジムにはプロテインは並んでるでしょうね、うん、それはそうでしょう、ねえ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 、売らなきゃいけないから。そうだねそうだね。だからなんか、ね、お店と提携してるかもしれないしね。あーまあね、うん、いやでもずっと僕16年間ずっと鍛え続けて、うん、ハードに、うん、だからベンチプレスも120キロぐらい上がってたんですよ、うんうん、それでも初めて知りましたね。で僕あの1年前から全くプロテイン全くアミノ酸もあクレアチンとかいうのもねいっぱいいろいろ飲んでたんだけど、ま、一切やめたんですよ。なんでかっていうと家のキッチンに常温で置いてたからパカッと開けたらやだダニだらけだったダニを ずっと飲んでてアレルギーだからそれでなんかこううわーってなっちゃったのかなみたいな。そういうのが虚弱体質の原因だと思うよ私。なんか気例えば賞味期限切れたのへっきり食べるとかさそういうのが蓄積してるんじゃないかな虚弱体質の。そうそんでだからずっと僕が何にも飲んでないまんま、うん、空腹のまんま筋トレとかしてても、うん、ああでもよかったんだよ全然ね。そうだね。そうだから実際体はすっごい細くなった、うん、なったね。だったけどパワーを維持してから、うん、あ全然平気じゃんって。あそうなんだ。あとねあとあの女性の方すっごい勘違いしてる人多いんだけど、午前からこのプロテインの話をずっとずっと勘違いしてる方女性の方多いんだけど、プロテイン飲んだら太ります。ああ痩せない、絶対太る。プロテイン消化できるトレーニングって週5で2時間以上トレーニングしないと分解できないんで、じゃあ取っちゃダメじゃん痩せたい人は。プロテインは痩せないよ。痩せないね、うん、今プロテインメーカーさん 何を言うとね、うん、反撃に来るだろうね。こいやって感じですね。あ、そう。こいや、こいや、出てこいや。はい。っていうことでね。ということでね、はい、この番組は、はい、スーの今日は何の日でした？スーのプロテイン の話でした。でした。はい。FM ギノワンから貴重な時間を使ってお届けするスーのプロテインの話でした。はい、プロテインの話でした。まあでもね、本当にあのどん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 プロテイン市場って、うん、もっともっとあの軒並み上がってるんですよ。だ飲んでる人も増えてるんですよ。ダメダメそんなこと言ったら調子に乗るから電話がかかってきた。何をしとんねん。電話がかかってきた。出ていい？いやなんでやねん。切っとけ切っとけ。いやいや、はい、じゃあ ねじゃあプロテインはちょっと考えて、うん、皆さん摂取をするってことと、ね、女性は痩せたい人はプロテインは NG ですよって、ね、単純にさ外走ってがいいんですよ、ね、走りきれないからね誰かみたいにね。いやでも夜中に走る。走れなかったらダイエットもできないよ、ね、で走れなかったらそう、ね、だってジム行かなくたって外家の外走っていいんだよ。絶対1ヶ月でめちゃめちゃ痩せますよ。本当、うん、やってみようかな。だってサンプからだ中野さんっていたじゃん。あサンプ、うん、サンプ、うん、いるじゃん。サンプ友達じゃねえけどサンプあの人、うん、なんか2ヶ月ジョギングしてたら毎日、うんうん、すっごい 激痩せしちゃって20キロ痩せたらしい。そうそう見た見た、うん、その時のもうガリガリの修行僧みたいになっちゃってね、うん、ねえ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 、はい、そう痩せたいけどさ自分この年になるってさ痩せるとさ、うん、やつれたみたいに思われると嫌だなと思って。もうどっちがいいですか、ね、多少ピチピチ太ってた方がいい。あのしぼんでスタイルいいけど、うん、ちょっとしわ老化感じるなっていうのと、そうそう、なんかちょっと若い子じゃん、若い子と違うからね。ハリがあるのとどっちがいいですか？どっちがいい？どっちがいいの？わかんない。でも動きやすいのは痩せてる方が動きやすいと思う。
ほらあのキックボクシングのダイエット対決で体重落としたんだけど、はい、やっぱり疲れが来ない、仕事してて。あ、なるほどね。うんうんうん、やっぱり余分な荷物を背負ってるってことじゃない、脂肪ってさ。なんかね、うん、あとさ今日たまたま YouTube でも見たんですけど、うん、今なんかね文句モードっていうの流行ってるらしいんですよ。ん、文句モードって文句って僧侶って意味なんですけど、僧侶の状態になるっていう、体を整える、うん、精神を整えるっていう意味で、はい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 、でその時に、うん、やっぱりあのスリムな状態であった自分を鏡で確認すると、うん、なんかポジティブ思考というか、うん、プラス要素すごいあるらしいですよ。ははは、自分もちょっと腹でも、うん、ちょっとでも腹がちょっと出てきたなとか思うと、うん、すっごい嫌ですもん。あ、だからすぐ戻す。あ、うん、あのさ、そのさ文句っていうのは何、僧侶ってこと、うん、それ考えるとさ、その荷物の話だけど、はい、あのお遍路の時、うん、あんなに幸福だったのは、はい、余分なものを全部捨てたからだね。それはそれはご飯を食べて、うん、うんこして、はい、寝てっていうことしかやることないわけ、歩いてっていう、ね。あ、なるほどね、日常のタスク自体も余分なものをやることがもうほとんどないし、うん、あと、ね、重いと歩きにくいから、うん、荷物も全部捨てるわけ、はい、最低限のものだけ、うん、日焼け止めなんかも持ってたら重いから持たない。へ、荷物も少なくなるじゃん、うん、あれで人間って多分いっぱい捨て切ったら幸せになるのかもね、うん、まあね、うん、だからその文句モードもそうなんですよ、うん、あの今だから世界中で流行ってて、日本にもなんか最近やっと上陸した、うん、あの思想なんですけど、はい、そう、あの無駄なものを、邪魔なものをまず排除する、うん、そんで精神のあのノイズをまずカットするってとこが始める。精神のノイズをカット。だから例えばスマホとかもまず見ないようにするとかね。あ、だからそうすると仕事に集中できないじゃないですか。うん、仕事に集中できる本質、自分の本当にやりたいことを実現するために、うん、まず邪魔なものと邪魔な人間関係をカットするってとこを始める。人間関係もね。そう、心技体を整えるんですよ。そうそうそう。で、あとは10分の瞑想をするっていう。そう、みんないろいろやることあってさ、捨てきれないと思うから、私が代わりに全部捨てて、はい、毎日遊んであげるからお金ちょうだい、うん、それもうなんか逆になんかもうなんかもう俗物にまみれる欲望だらけですよね。お金ちょうだい、ね、お金ちょうだい、すーちゃん、高子さんも何って言ってます。私はいつも笑顔でいられるようにしてちょうだいよ。自分でやりなさいよ。何を他力本願で言ってんの。時間がこんなんだったのでね、もうこんな感じで今日もね、いっぱいコメント、はい、高ポさんとかね、おかしらんどさんね、じゅんさんもね、大吾さん、大吾さんか、大吾さんあのまま消えたけど、はい、またコメントお待ちしてます。お待ちしてます。うん、こんな感じで、はい、まあ、こんなにね、コメントがたくさん来たことは今までないです。ね、ないですので、はい、うん、この後カレンで乾杯したいと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、イエローのファンキーと、はい、ガキのスーがお届けしました。はい、来週も聞いてね。はい、今日も部長。入った。イエー。自分でやれ。お疲れ様です。